皆さんこんばんは。今日もドレミファチビクロサンボがショパンのワルツをお届けします。子どもたちもメダカの観察、セミの抜け殻、いろんなことに興味が津々で先生に何でも話してくれます。子どもたちの欲求や好奇心にお答えできることが指導者としての務めでもあります。ショパンのワルツ。完璧ではありません。少しずつミスや間違いを重ねて初めてできるようになります。猫が寝転んだ。素敵なステーキ。布団が吹っ飛んだ。皆さんも時間のある時にご当地クイズに楽しいなぞなぞダジャレ、楽しいクイズなど考えてみてください。それではまた。